佐渡屋さん、ショコラでございます。髪の毛切ったよ、風呂上がって今です。若返ったと言われよかったなと思いますけれども、ブラドラでゲットいたしました FF ね、まだ封は開けてないんですよ。ちょっと封を開ける瞬間は動画にしておきたいなということで、ペリペリ撮っていきたいですね。すいませんね、自分勝手な動画で。でも15歳以上って書いてる。なんで？開いちゃった。開いちゃった。開いちゃおっかな。はは。ユーナ。ユーナ。ユーナがいる。あは。ここにもユーナがいる。素晴らしい。ユーナ推し。ストーリー全く覚えてないんですけどね。で、今、多分3、4ヶ月だと思うんですけど、PS4 を全く起動していなかったので、アップデート中でございます。これを開けるための動画にしたかったわけではなくて、なんかこう、いろいろね、ゲームを長時間するにあたって、口が寂しくなるんですよ。ちょっとチョコでも食べようかなと思って、これをね、台所から取ってきたんですよ。実はちょっとこれ動画にしようと思って。これなんかどっかのハワイのお土産なんですけど、まだこれシール貼ってあるっていうね。なんか木彫りの。ね、これ料理には使えないですけど、アーモンドナッツ入れるには完璧でしょ？というわけで、これを持ってきたんですけど、他にもいろんな様々な国のものが私ありまして、さあちょっと今ここら辺に映ってるのは後で紹介するとして、まずね、タイのコースターね、ピントあったかな、こタイ、タイランドって書いてあるでしょ。なんかコースターなんですけど、絵柄が2種類ありますね。なんかこの絵柄とこの絵柄ね。はい、コースター。そしてこれも多分なんかそっち系のやつなんですけど、うわ、ピント合ってるかどうか定かじゃないんですけど、なんか象のステンレスのなんかちっちゃな花瓶なんですよね。はい、花瓶でね、これ誰かのお土産でもらったんですけど、でこれがね、多分そういう系のお土産なんですけど、シルバーだかなんだかで結構高かったらしいんですけど、なんか兵隊さんなのかな。これがね、鈴なんですよ。今いつ使うんだって話なんですけど、ちょっとね、こいついただいてずっと置いてたんですけど、使い道ないんですよ。だから唯一使えるとしたら、スマスマで中江くんが風邪ひいた時にちょっと僕が代わりに出て、あーだーって言える時ぐらいしかちょっと使い道ないんですけど、なんか動画の始めにね、さあ、いっとやさあ、ショコラでーすって、どやさがかき消されちゃうけどね。いつかこの鈴を使える時が来ますかね。どう思います？だって行きますよ、どやさあ、ショコラでーすって。違うでしょ。ちょっと今アップデート残り4分なんで、それを待ってる間に1本動画撮っとこうと思いまして、撮っております。ハワイ、タイで、ゾウだからどこですかね、インドかな、鈴ね。これ多分売ったら高いんでしょうね。ね、売れないけどね。いつか生放送の時に鈴鳴らしてくださいって言われたら鳴らすんでね、覚えておいてください。今からユーナに会いに行きます。ここにもシュワのねヘッドマイクあるんで、撮れる分は撮ってということはしたいなと思っているんですけど、まあ、ちょっと熱中します。なので今後夜電話メールいただいてもお答えできないんで、というかお答えしないんで、それだけは分かってください。ショコラでした。あ、ショコラでしたで使うか。ショコラでした。